こんにちは、かずみです。来年開催の東京オリンピック。そのオリンピック会場に、日本の旭日旗の持ち込みを禁止しないと。2020年東京五輪パラリンピック組織委員会は、決議を採択したそうよ。まずは、まとめ。東京五輪パラリンピック組織委員会は、9月3日、旭日旗の持ち込み禁止品とすることは想定していないとの方針を明らかにした。渓谷国会文化体育観光委員会は8月29日に全体会議を開き、2020東京オリンピック及びパラリンピック大会での旭日旗競技場内搬入禁止措置要求決議案を議決したことに応える形に。独ナチスの象徴ハーケンクロイツが帝国主義の象徴とみなされ、国際スポーツ競技など全ての公式行事に使用されていないのとは違い、旭日旗は制裁を受けていない。アイキャッチ。共同通信によりますと、3日、渓谷国会の文化体育観光委員会が旭日旗の競技会場への持ち込み禁止措置を組織委などに求める決議を採択したことを受け、旭日旗は日本国内で広く使用されており、旗の掲示そのものが政治的宣伝とはならないと考えており、持ち込み禁止品とすることは想定していないとの方針を明らかにした。朝日をかたどった旭日旗は戦前、日本の陸海軍機として使用された。現在は陸上、船上両自衛隊が用いる一方、渓谷などでは侵略の象徴と受け止められている。お隣さんは旭日旗には異常な執着を燃やしています。当然ですが、渓谷から抗議が。韓国外務省報道官は、日本は謙虚な態度で歴史を直視する必要があると批判したそうです。このニュースに対してのネットの反応です。法律で認められた旗であり、何ら問題ありません。渓谷こそスポーツの世界に政治的要素や反日ヘイトを持ち込まないでもらいたい。ボイコットしてくれれば衝突の可能性もなくなるし、お互いにとって最善の選択だと思いますが、オリンピックに政治的なことは持ち込まないルールではなかったでしょうか。なんだ問題はない。軍旗と陶器の区別もつかない韓国人にとやかく言う資格はない。旭日旗かっこいいし、パラメダルのデザインも素晴らしい。オリンピックで旭日旗が広がるのを見るのが楽しみだ。当たり前の判断ですね。いつもの難癖つける呆れたお隣さん。旭日旗は周辺国に過去の軍国主義や帝国主義の象徴として認識されていることは日本側もよく知っているはずだとして、是正されるよう引き続き努力していくと渓谷外交部の反論がありましたが、周辺国って半島とチャイナだけじゃんって思ったわ。困った隣人さんにははっきり言うべき。日本人としての誇りと取り戻していただきたいです。来年のオリンピック楽しみになってきましたね。今回は以上となります。ご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。